はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は第3のビール、クリア朝日が新しくなりました新です。クリア朝日、磨き抜いた、麦の味、アルコール度数 5%、 新。原材料名が発泡酒（国内製造）と麦芽とホップと、大麦とコーンとスターチとスピリッツ（大麦）です。まあでもクリア朝日、朝日の、第3のビールの、あれなんだっけ、極上本熟ってなんだっけ、ああ、違うな、あれ、第3のビールの、俺が5つ星つけたやつなんですけど、まあ、あっちに比べると、どうなんですかね、うん。はい、今日のつまみはこちらです。ローソンストア100で購入しました。100チキレッドっていう、これ100円、108円の、ホットスナックですね。あ、食べましょう。それでは、乾杯。うん。美味しいは美味しいと思います。うん。ただやっぱり、クリア朝日は、変わらず。うん。あ、極上ですね。最近出て俺が。5つ星つけた。朝日の極上切れ味ってやつ。まあ、これと比べると、やっぱり圧倒的にちょっとクリア朝日は買う価値はないかなと。うん。クリア朝日も、美味しいんですけど、なんていうかな、夏ですよね。うん。まあ、夏。まあ、結構風味が弱いんで、ただ香りは割といいんですけど、コクがないんですよ。うん。でも最近の第3のビールって、原材料のところに、糖類って書いてあるものが多い中、このクリア朝日は糖類が入ってない、ないんで、それに比べたら全然マシなんですよ。というのも、俺がここの原材料を見て、だいたいまずいっていうのが第3のビールとか、ビールで、まずいのがここに糖類って書いてあるやつです。だいたいまずいんです。うん。何なのか知らないですけど、そういった、糖類が含まれてる第3のビール、もしくはビール、生ビール。このシールをちょっと集めましょう。もったいないからね。新、うん、って書いてあるけど、まあ何が変わったかって言われてると、わかんないですね。うん、まあでも夏だったら全然うまいと思いますよ、これは。うん。夏の、バーベキューとかにはもってこいなんですよ、こういったもの。うん。いわゆる、エビスとか。まあ、第3のビールで言ったら、麦とホップとか。麦とホップとかに比べたら、はるかに、こっちの方がコクがないんで、さっぱりしてて、で、やっぱり、うん、合うとは思うんですよね。うん。磨いて磨いて磨き抜いた麦の味を楽しめる新ジャンル。口に含んだ瞬間の麦の旨味と香り、渋み、雑味を徹底的に排除した後味の良さが特徴と書いてあります。だからね、いや、確かにね、悪くはないんですよね。うん。
まあ、良くも悪くも、だから、コクがないからっつって、はい、クソ、まずいって。そうじゃないっすよ。だって実際、俺が大好きなコロナビールとか、ぶっちゃけコクあんまないっすよ。アメリカン、ラガーだからね。コロナビール。まあ、バドワイザーとかも当然売れてる。まあ、世界的には売れてるんですけど、あれ、まあ、個人的に大嫌いなんですけど、バドワイザーと、あと、ハイネケンと、あと、なんだ、あれ。うん、そこら辺か。あそこら辺も薄すぎて、水かなっていうレベル。でも、コロナビールは圧倒的に、その二つに比べて、全くもって、風味が違いすぎる。風味が違いすぎるというか、強さが段違いの、ですね。お、結構あれだな。これ100円でこれだぜ！うへぇ！クオリティ高え、マジで。ローソンストア100、やっぱり。クオリティ高え。これで100円か。まあ、ケンタッキーの方がうまいのは確かなんですけどね。うん。でも、ケンタッキー250円ですからね、1個ね。あ、そうだ、ケンタッキーで思い出した。ケンタッキーあれ、なんか500円でうんたらかんたらって言ってたな。確か期間限定で、なんかむちゃくちゃお得なセットが、あったような。気がしたんだけど。なんだっけ。まとめブログの、有名な、俺的ゲーム速報、アットジンの、ジンさんの、ブログ、まあ、ね。で、俺は、まあ、あの人の、ブログでしかほとんど、世界情勢を、学んでないというか、ニュースをほぼすべてあの人が、あの人のブログでしか入手してないんですけど。すごいですよね、あの人ね。いや、あの人ねっていうか、まあ、あの人もすごいんだろうけども。あのブログのあの凄さやね、ゲーム速報って言ってる割に、ほぼ、ゲームの話題が大体、まあ、2割か3割ぐらいですかね。で、残り7割が、政治の話っていうか、政治のだったりとか、なんか、事件だったりとか、で、あと、ツイッターのバズったやつとか、問題になったなんか、ね、炎上したなんたらかんたらとか。で、それをですね、すごいところが、これなんです。普通にニュースを聞いててね、例えば NHK のテレビ番組でニュース見てました。ね、くっそ硬い。めちゃくちゃ硬い。クソみたいなリポーターちゃんが話してるやつ。もうほぼ無表情で、ひたすらニュースをこう読み上げて、ね。頭に1ミリも入ってこないの。クソみたいな、お経みたいなさ。マジで。多分俺の、馬の耳に念仏なんだろうね。うん。豚に真珠なんだろうな。1ミリも面白い。いや、当然事件とかニュースだから面白くはないんですよ。確かに。でもその聞いたことによって、どういうことなのか、ほとんどよくわかんないんですよ。印象にも残らない。だが、ブログの人は、すごい。それは悪くも、良くも悪くも、非常にわかりやすい。最後に、ね、やる音やらない音が、会話してるあれがあるんですけど、あれが非常に重要で、非常にわかりやすく、その、感想、その記事に関しての感想、ニュースに対しての感想みたいなのをしっかり、バカな俺みたいな人間でも、高卒の俺でもわかるような、ね。うん。
あれがすごいんですよ、やっぱり。あの、やる音やらないような、あのキャラの、あの、やりとりがもうすべてを物語っていて、とんでもなくその、わかりやすい。だから、やる音やらないは完全にあの、傍観者で、傍観者だからこそ、その、第三者だからこそ、一般的な、何って、普通、思う、その、ツッコミみたいなのとかを、バンバンこう、ね、入れて。で、まあ、確かにそれは一個人の、あの、感想なんですけど。でもその感想っていうのはなかったら、そもそも人が100人いたら100人、ね、感想とか違うわけですよ。だけど、その一人っていうのが、あの、なかったら、あの、全然つまんないんですよ。うん。だからそのニュースとか NHK のニュースとか番組見てて、ね、ただ読み上げてるだけ、それについての何のさ、あの、感想も、ま、誰も言わないですよね、当然ね。でも、俺的ゲーム速報、アットジンさんは、のブログは、しっかり一個人の、やる音やらない音の、感想を、そのニュースに、ね、しっかり言っている。まあ、それが、あの、あくまで一個人だからね。その、言ってる、やる音やらない音が言ってることは、必ずしも確かに正解ではないんですよ。だけれども、それはあくまで一個人だからね。絶対わかるわけない。誰がも納得できるような話なんて、あの、ありえないんで。うん。ありえないんですよ。うん。だからお酒の感想です、その通り。ね。あくまでこれ、俺の価値観の、俺の舌で測った味。感想。だから、その味感想なかったらただの、あれですよ。はい、クリア朝日、あります。はい、アルコール度数 5% で、原材料うんたらかんたらです。終了。これで終了、動画。10秒足らずで終わりです。俺の動画。ただの紹介動画になる。はい、何月何日に、新発売されました。はい、クリアサヒです。はい。原材料うんたらかんたら。はいはい。アルコール度数はうんたらかんたら。製造者はうんたらかんたら。終わり。終了。何が面白いんですか？何それ？何が面白いのそれ？味の感想も言わない。飲みもしない。うん。いや、例えばですよ。飲んでもですよ。バーって注いで。色こんな感じですね。うん、まあ。まあ、特に。まあ、第三のビールだらこれぐらいの色でしょう。飲みます。ごくごくごく。ひたすらこう、ごくごくごく。無言。感想も一切喋らん。ごくごくごく。なくなりました。終わり。何が面白いのそれ。一個人の感想すらない。何が面白いのそれ。だから、ああいったその一個人の感想を載せることによってですよ。うん。その記事に対して、その一個人の感想を述べる。これっていうのは非常に重要なんです。だから、
今言った通り、ニュースの事件何やか何月何日、なんとかかんとかの殺人事件が起きました。犯人はなんとかかんとかです。場所はなんとかかんとかです。終わりですよ。終了。何それ。頭おかしいんだそれ。面白いと思う。ニュースはそれなんですよ。NHK のニュースはそれなんですよ。だからつまんないんです。あんなクソみたいな堅苦しいさ、無表情でだよ。男が気真面目にさ、ひたすらさ、ニュースのさ、ね、カンペ見て、ばー言ってるでしょ。それだけ。1ミリも面白くない。もうただ見たの、その、見た時間がもはやの、ロスですね。ロスでしかないよね。単純に。時は金なりって言うでしょ。まさに無駄な金を払ったなっていうレベル。うん。クリア朝日は、そうっすね。いや、うまいんすよ、確かに。ただ、これは、コクがないとか、まあ、人の好き好きですよね、確かに。で、特に夏場とか暑いと、やっぱ甘いっていうか、コクが、くどかったりとか、ね、逆にペールエールとかさ、ヨナヨナエールとか、ああいった濃い、ビールを好んで飲む人って、まあ、あんまりいないと思うんです。まあ、少なくとも俺は、やっぱ夏っつったらもうコロナビールとか、うん。まあ、クリア朝日もそれ入るんですよね。入る。ね。まあ、もしくは、スーパードライとかね。うん。とか、になるわけだな。で、夏に、ギネスビールとか、ヨナヨナエール。ね。エビスビール。地ビール、ペールエール、黒ビールと呼ばれる。まあ、いろいろありますけど。まあ、中でも、やはり最上級にコクが強い。俺の今まで飲んできて一番コクが強いビールは、多分、指名ビールの青色でしょうかね。うん。コクが強い。まあ、ヨナヨナエールもしっかり。地ビール的なやつ。地ビールって日本の地ビール、大体ペールエールです。IPA とか、インディアペールエールとか、ペールエールですね。いわゆる常名発酵。加盟発酵と常名発酵の中で、常名発酵。確かにペールエールもうまい。コクがある。で、さらに風味が非常に強い。香りも強い。ほのかに、結構オレンジ的な、柑橘系の香りがすると。あれはね、毎日飲んでたら飽きるんですよ、確実に。もう飲み飽きた、俺はぶっちゃけ。ペールエールはもう飲み飽きたんだよ。本当に。芋焼酎とかと同じで、風味が強すぎて、もう飽きた。うん。飽きたよ、もうペールエールは。もう何でもかんでも、だって地ビールなんてもう日本の地ビールほぼほぼ 99% あれだ、ペールエールだぞ。もう飽きたよ、俺は。だから日本人では、やっぱり俺日本人なんだなーってわかる。日本のビール。ね、スーパードライとか、一番搾り、キリン一番搾りとか、黒ラベルとか、ああいったのが、P
ピルスナーですね。ピルスナーっていうカテゴライズなんですよ、ビールの中で。やっぱり人間、日本で生まれて、日本で一番売れてる、ね、種類が、ビールの種類がピルスナー。やっぱり、ピルスナーが一番だなって、なんだかんだで戻ってくるんですよ。いろいろペールエールとか黒ビールだとか、な、いろいろ飲んできて、最終的にたどり着いたのがピルスナー。朝日スーパードライ一番搾り、黒ラベル。まあ、ここら辺、あとキリンのラガーとか、うん、キリンラガーとか、あたりにも落ち着いてくるんですよね。逆に、もう、いろいろ飲んできて、最終的にたどり着いたのは自分の国の、ね、ピルスナーっていうビール。やっぱ俺そこでもう分かっちゃうもんね。俺日本人なんだなーって。あ、やっぱ俺日本人なんだなーって。分かるんです。うん。ということですね。だから、まあ、アメリカのさ、お菓子とか、ものすごいまずいじゃないですか。うん。ああいうもんだよね。だから、だけど、アメリカの人間たちは、あの味で普通にうまいっつって食ってんだから。うん。あ、でも、これは、でも、思った以上に、クリアンサヒはやっぱり、なんだかんだ言って、やっぱこれ、第3のビールでは、やっぱうまい方だと思いますよ。うん。特にやっぱ糖類が入ってないっていうところがね。まあ、夏、まあ、これからだんだん暑くなってきますからね。それ向けでしょうね、完全に。うん。2334です。ご視聴ありがとうございました。